まず1回、勝ち負けっていうことを度外視して画面を見るのが大事ですね。で、画面を見てみる。で、一切こう感情を入れずにぼーっと見てみて、その時に、この感覚っていうのは説明するのちょっと難しいんですけど、自分の感覚をそのまま言うと、勝った方は結局何したんだろうって考えるようにしてるんですね。勝った方って何したやつなんだろう。負けた方って何しちゃったやつなんだろうってこうぼーっと見ながら思う。本当に何でもいいんですよ。それは別にこう、自分の常識とかじゃなくて本当に何でもいいんですよ。極端な話、1P に行った方が負けるんだって、そんなわけないんですけどね。そんなわけないんだけど、1P 側に行っちゃった方が負けるのかなとか、ボタンを多く押してる方が負けたなとか、何でもいいから気がついたことを、こう自分の頭の中でこう整理していくんですよ。で、そうしたときに、ボタンを多く押した方が負ける。まあさすがにこれはねえなとか、開幕に何々した方が負けるって、あ、これもねえな。そうなっていくと、なんとなくこっちはこういうことがあったなっていう、そういう間違い探しではないんですが、探していくときに、あれ？これはもしかしたら意味あるんじゃないかっていうものが見つかる瞬間があると思うんですよ。まあ分かりやすい例で言えば、あれ？これ画面端背負った方が負けんじゃないかな。で、じゃあ画面端背負った方が負けるんだとしたら、どうしたら画面端に行くんだろう。どうすれば画面端に行かないんだろう。っていうことまで考えていく。これはまあ一例ですけどね、画面端っていうのは。っていうことをこう、発見するまで繰り返し繰り返しこうぼーっと見ながら、勝つっていうのは何が起きた時に勝つんだろう。負けるっていうのは何が起きた時に負けちゃうんだろう。有利っていうのはどういう時のことが有利っていうんだろうっていうことをこう、ぼーっと考える。なんかこう、発見してやろう、発見してやろうってやるとなかなか見つかんないんですよ、不思議なもんで。そうじゃなくてぼーっとこう、どういうことなのかなってぼーっと見てると、僕の場合は気づくことが多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。